さんおはようございます。ちょっとタイミング間違えてお掃除ロボを動かしてしまったんですけど、お掃除ロボがうるさすぎるんですけど、塗るのせちょっと待ってください。今日の動画はですね、久々のナイキさんとのパーソナルでございます。テストが1週間その前、テスト1週間前ってことで、テスト期間が2週間くらいあって、まあジムも全然ちゃんと行けてなくて、ナイキさんの背中トレと肩トレを大会後載せたと思うんですけど、お尻編をしていないと。でルーティン的にも今日はお尻トレの日なので、今日はナイキさんのパーソナルでお尻トレをやっていこうと思います。なのでその様子を撮ろうかな。で、まあ、大会終わって今減量中じゃないので、ちょっとハードにお尻トレを、お尻っていうか下半身かな、トレをお願いしているので、今日はちょっとバチバチに1時間しっかりとパーソナルしていただこうと思います。まあ、パーソナルの内容を見てトレーニングの皆さんのこうなんかの役に立てればなと思いますので、あポイント、あそういうところポイントなんだねとか、そういう風に追い込むんやとかをちょっとでも吸収していただけたら嬉しいなと思います。ということで早速直樹さんのところに向かいましょう。ごめんなさい。おー、着きました。暑すぎて無理。くら、おはようございます。やりますか。やります。おはようございます。おうわー、これはもういつもくれるやつ、チキンスパイスチー今おにぎり食べたばっかやから後で食べます、はい、すごいこんなについてた。ねえ入れ墨が目立ちますか。入れ墨、結構筋肉どう。すごい、あ、結構絞れてるから多分この人結構早いですよ。すごい、結構この人早く絞ってる。すごいわ。そう、頑張ってやります。うわぁ、鉄のこのトップがすごいな。今日は足で、今日は足合わせ上がって、じゃあ今日はちょっとスクワットからしっかりやっていって、まあちょっと説明していきます。基本的にそのスクワットってやっぱサンちゃん昔までやっぱ開いてる時やったらこういうスクワットになってるよね、うん、こういうスクワット、うん、確かに一見よく見えるんだけど、やっぱり前傾姿勢でこう詰まったりして股関節痛くなったりするから、うん、腰とかさ痛くなるけど、もうこの状態で持ってここでグッと肋骨グッと締めるような感覚で、まっすぐに背骨まっすぐにするイメージで前傾のままこのまま縦にこう落ちるような、このスクワットをちょっとやっていけたら、その時に膝がこう外にこう開きすぎたらかね、ある程度ちょっと開いて落としていけど、大体骨だけまっすぐにするとこのままこう落ちる感じ。結構落ちる時にこうなる人もいる。これまたずれるからさ、しっかり固定軸取りながらここで打ちすぎるからちょっと広げて、ここで固めたまま、お子宮でここで十分だから、そこで上がっていく。一回これやってみようか。そうそうそう、はい、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 そうそうそう、はい
60でしっかりインターバル取っていいから、これはまず 10% としてる、うん、筋量めっちゃ増えてるな。増えてるんですか？去年と全然足が違う。足脂肪って感じやねん。自分的には脂肪に、まあ水分含んでるようには見えるけど、脂肪で今筋肉を守ってるさくらピアついて全然チャンスだったもんな。なんかその使い方とか体の最強やな。でそれが去年の形やもないか、それを更新していきたいと思う。僕も教えてください。さくらさんお願いします。できるから、ね、体柔らかいですか？めっちゃ柔らかい。あ、じゃあピラティスとか全然できる。しっかり丁寧に、この時体も極力出ないようにまっすぐ、そこまでグッと同じように入れてあげてください。4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109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 
方の充電器をバチバチに鍛えていきたいんで、基本的にやっぱりこうこうやってもう押して入れるようなイメージじゃん、みんな、うん、例えばこうバーンみたいな、うん、で押して入れるイメージって、まあ、最初はそうかもしれんや、筋肉もないし、ここの充電器を意識するのって難しいから、でやっぱりもうある程度立ってきたら、要は充電器引っ張ってあげるようなイメージ、こうやってしっかりと、これもやっぱり骨盤を前傾します、これ前傾するだけだったら肋骨やっぱ開いちゃうってことは、ここ詰まってくるし、これ上に伸びてる感じやねん、体が肋骨開くってってことは、ここの体と上半身の下半身も伸びてる感じやから、要はブレブレになるから、結局こんなんなったりこんなんなったりして、要は固定軸は取れへんからさ、だからしっかりともうやってったらさ分かると思うんだけど、まずロケットしっかりと乗せてあげたら、ここで重心を下にぶつけて、でしっかりとこのこういうとこを開きにしてしまったら、そこうやってしまったら、ここでこうズレが出るから、要は部屋のところに入るから、ちょっと逆にまっすぐぐらい、もう俺はちょっと中に入れるぐらいだけど、その状態で胸は張るよ、胸は張るけど、ここでもう一回グッと押し込むわけ、まあ肋骨締めるようなんですよ、でこの状態で入っちゃったら、まあここを持ったりとかいろいろあるけど、もう俺ここに体もこうやって入れとくねんか、要は体を丸くするような状態、その状態から一気に持ってくる、ここで充電器にドーンと入ってんねんけど、でこの時もこういう動きみんなする、この動きって股関節詰まっちゃうから、要はめっちゃ距離短くなる、うん、っていうことは、ここの始めからここを要は詰まってない感じで胸張ろうが入れ込んだら、そのまま押し込んでやったら限界が来ると、うん、ここで十分正直けど、これを無理にこう言おうとしてうーってなることで、逆にこれ動いてる面で体が動いてるから効きが甘い、うん、やっぱ固定軸、どっか骨盤を固定して、固定した状態で曲げて入れていきたいから、まあ、それだけっていう、そのままで、なるほど、ここから引っ張って、そうそうそう、引っ張ってくる、そうそうそう、はい、ロー、ロー、ロー、3回ワン、ここから焦れるのはもう、ここから焦れるの半年過ぎたね、ほんまに久々、昔から減量中の前、すごく高いな、暑いわ、暑くはないね。かわいい。汗かいて忘れちゃう。ハイライト。ハイライト入れてる。え、全体で言うけど、ちょっと茶色になってるやんか。そう、なんか。ちょっと黒じゃないよな。黒ではないけど、でこの明るいところを細かくめっちゃブリーチしてもらって、そこに色入れてる。絶対こだわりが強い。今の髪型見たい。おっさんやで。おっさんやで。おっさんやで。どうした？ベッカム目指してるあのここをちょっとこう伸ばしていって、けどここ横、まあ、スキンヘッドで、こういう感じで、そうそう、勢
教授にしたい。教授、もう今33歳になるんで、もうあと43歳。そうやね、残り33歳やで。でもあと言うて7年もして40やで。結構、結構早いな。結構早い、結構早いやろ。もうちょっと24です。24? 西か。全盛期、女の子22か25の全盛期を迎えようとしてるな。その若い、多分知識を僕がもらって分かるよ。いいな、24歳。大きかったな。大きかった。よし、こんな感じで。じゃあ最後ちょっと時間貸していいでと。3、4、back in my bag. 5、3だ。1、2、1。Down it.Back in my bag and I got a rag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty, こんな感じで終わります。久しぶりよ。ここでパーソナル終わりました。あっ、はっつ、なにこれ、はっつ。しかもなんか汗で髪の毛びちゃびちゃなんですが、とりあえず久々のパーソナルが終わり、今は筋肉痛来てませんけど、筋肉痛っていうのは次の日に来ますので、筋肉痛が来たら、まあ、ちょっぴり嬉しい反面しんどいなみたいな。とりあえずね、おとついのマイプロの撮影の時に腹筋したんですけど、それの筋肉痛も残ってて、まあ、やっぱりあれですね、日常的にトレーニングしないと久々にするとまあ筋肉痛来るわ来るわ、まあ、それも楽しみに。そしてまた筋トレも全力で頑張っていきたいと思いますので、今日はとりあえずこの辺で終わりたいと思います。しんどということで、また次回の動画もお楽しみにしててください。ではさようなら。そうそう、これ出しのビリになっちゃう、うん、これそうそう、これ YouTube になってもうこのくらい、このくらい、これが正しい、うん、これが正しい、うん、これはこれが好き好き。いや、これが正しい。私これ腸腰筋いるのこれでちょっとつま先ちょっと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 お前片付かめよ、もうちょっとつま先これ身長も見ないでお前ちょっとでかなるよ。ちょっとでかなる。やばい。ほんま絶対でかなる。座りすぎてる。いいっすよ。ちょっといいっすよ。3.5センチ。22。お尻1センチ上がったら3センチ上がるから。流れ。はい。はい。